テレビをご覧の皆様、そして会場の皆様、今日1972年度レコード大賞千秋直美さんの喝采に決まりました。歌ってください。万感を込めて歌います。千秋直美さん喝采です。いつものように幕開き、恋の歌歌私に届いた知らせは、黒い縁取りがありました。あれは3年前、止めるあなた、駅に残し動き始めた汽車に一人飛び乗った。ひなびた街の昼下がり、教会の前に立たず喪服の私は、祈る言葉さえなくしてた。暗い待合室、話す人もない私の、耳に私の歌が通り過ぎてゆく。いつものように幕が開く、降り注ぐライトのその中、それでも私は今日も恋